トゥロセカビビットバットスクワットのメインストーリー見ていきたいと思います。はい、でビビットバットスクワットはレン君がいるチームになるのかな。ミクとレンかな。あれリンちゃんどこにいるんだっけ。リンちゃんがモアモアジャンプにいるのかだね多分。ってことはビビバットスクワットは少年率が高いね。3人いるわけだもんな、レン君入れたら。ミクがちょっとかっこいいわこれ。じゃあまあとりあえずオープニングから見ていこうか。こっちのチームはみんな仲良しから始まるのか、それともバッドエンドな感じから始まるのか。バッドエンドではないか、ちょっとダークな感じから始まるのか、どうなるんでしょう。行ってみよう、オープニングボイスあり。当然だよねボイスありなんて。父さんはずっと憧れのミュージシャンだった。ミュージシャン、父さんみたいなパフォーマンスでたくさんのお客さんを熱狂させたいって小さい頃からなんとなく思ってて、でもあの日からそれがはっきりした夢に変わったんだ。あの伝説の夜に出会ってから。伝説の夜。すげえ数の客だな。これ全部ケンたちが目当てなんだろ。ケン、お父さんかな。ああそうらしいぜ。みんなどっかで今日はすげえもんが見られるって分かってんだろうな。父さんのイベントいつも人気だけど今日は特にお客さんが多い気がする。 DJ な感じなのかな。ポップ。ああそろそろ始まるぞ。あんちゃんかな、あんずちゃんかな、どちら。すごいいつもより、うん、今まで見たどんなパフォーマンスよりもかっこいい。こんなにたくさんの人が父さんたちのパフォーマンスに圧倒されて、人がいっぱいで苦しいくらいなのにみんな盛り上がって、私ももっと熱くなりたいって思えてきて、やってみたい。私もいつかこんなイベントをやってみたい。ううん、やってみせる。このラッドウィーケンドを超える最高のイベントをいつか絶対にやってみせる。ラッドウィークエンド、名前かっこいいな。こちらビビットバットスクワットだからね。どのタイミングでそのチーム名になんだろうな。レオニードもどうやってその名前になったんだってのが全然わかんなかったもんな。まあ最後の最後でああなるほどねってなったけど。ウィークエンドガレージ、かっこいいなお店の名前も。はい、コーヒーお待ちどうさま。お、これはパンクな感じになってるね娘さん。常連の女性客、ありがとう。そういえばあんちゃん、相棒は見つかったの。それがまだなんだ。ずっと探してるけど見つからないんだよね。この主人公すごい陽キャ感が強い。この間もどこかのアーティストの誘い断ったんでしょ。確かメジャーデビューも間近な人だって聞いてたけど、結構プロの方なの。いい人だったんだけど、ラッドウィーケンドを超えるイベントをやりたいって話したら無理だって返されちゃって。ああそれじゃあダメだね。ああもう女性客の人も納得しちゃうんだね。でも無理だって思う気持ちはわかるかも。あれを超えるイベントってイメージもできないもん。まあ普通やっぱりそうだよね。でも私絶対超えてみせるから。お、でもなんかそういう大きい目標を持っとくとね、なんかこう前に進む気力になるから大事だよね。よし、片付けはこれでオッケー。父さん、カフェタイム終わったから出かけてくるね。まあまた路上ライブか。他のミュージシャンと喧嘩するんじゃないぞ。なんかだいぶ毛色変わったんだけど、なんか今まで可愛い男の子とか可愛い女の子とか着ぐるみとか来たのに、まさかここでいきなりイケオジが出てくると思わんかった。分かってるってば、もうそんな子供じゃないのに。じゃあ行ってきます。じゃあその路上活動中に他のメンバーと仲良くなるのか。おう、気をつけてな。マジイケオジ。スクランブル交差点、終夜のところがね、田舎だから路上ライブとか見たことないんだけど、東京じゃそういうのザラなのかな。よし、マイクもバッチリだし、そろそろ歌おっかな。お、通行人の男性、知り合い。お、あんちゃん、今日のライブも頑張ってな。あんちゃん、今日は友達も連れてきたんだよ、応援してるね。みんないつもありがとう。今日も思いっきり歌っちゃうね。なんか結構プロ意識高いっていうか、本格的にやってるんだね。ビビットバットスクワットのリーダーさんになるのかな。 Yeah!
歌うまいわ。うん、喉の調子もいい感じ。お客さんも増えてきたし、もっと盛り上げていこう。すごい。え、だいぶ雰囲気違うよ。仲良くなれる君、あんちゃんと毛色違いすぎるんじゃない？かっこいいな。路上であんな堂々と歌えるなんて。私もあんな勇気があったら。今日もみんな乗ってくれたし、最高のパフォーマンスができた気がする。でもまだまだ足りないよね。もっと練習しないといけないし、何より一緒にイベントをやってくれる相棒を探さないとだし。いやいや、大変だけどやってやろうじゃん。私はラッドウィーケンドに負けない最高のイベントをやるんだから。って何？急にスマホが光って。もうここでノンタイトルに連れ込まれるわけだ。アンタイトル？ノンタイトルじゃなかった。こんな曲入れてたっけ。あ、眩しい。惜しかったよな。アンタイトルもノンタイトルも似たような感じだよな。お、おしゃれ。こっちのなんかアンタイトルステージが、なんだろう、ここの世界でお茶してたい。あれ、ここどこ？どこかのカフェ。でも私さっきまでスクランブル交差点にいて。な、何ここ。どうしよう、知らないところに来ちゃった。びっくりさん。びっくりしすぎ。え、この子とあんちゃんはだって関係一切ないんでしょ。いきなりここに連れ込まれちゃったの。あ、同じウィーケンドが好きだからってことなのかな。もう知ってるのかな。え、誰だよね。すみません、私その、あ、もしかしてこのお店の子。悪いんだけど、ここがどこだか教えてくれない？変な話なんだけど、気がついたらここにいて。あの実は私も気づいたらここに。え、あなたも？いらっしゃい、小羽アン。え、ミクちゃん。それにどうして私の名前。小羽ちゃんっていうの。やっほー、俺たち二人のこと待ってたんだよ。レン君来たよ。え、いきなりのことで驚いてると思うけど、小羽ちゃんとアンちゃん似合えて嬉しいわ。まさかのメイコさんもいたんだけど、3人？こっちのチーム力入りすぎじゃね。他のメンバー4人入れて7人じゃん。すげえな。レン君とメイコさん。いや、おかしいでしょ。ミクたちと話せるわけないし。これって夢？うん、ここは世界だよ。世界？そう、君たちの思いでできた場所、それが世界なんだ。思いでできた場所？そうよ。そして世界で本当の思いを見つけた時、その思いから歌が生まれるの。だから俺たちは君たちに本当の思いを見つけてもらうためにここにいるんだ。本当の思い、歌が生まれる？あー、ごめん、何言ってるのか全然わかんない。あっはっは、まあそうだよね。でも今はわからなくて大丈夫だよ。そのうちきっとわかるからさ。世界のコブも本当の思いもね。本当の思い、そんなの私にあるのかな。やりたいことも見つからないのに。お金はやりたいことないの？あ、その私夢とかもないし。だから。ふーん、そう。じゃあアンは？私はもちろん伝説を超えたいって思ってる。で、伝説？そう、中学の時に見たラッドウィーケンドってイベントを超えるって決めてるんだ。もうすっごい熱いイベントで、界隈じゃあの伝説のイベントは絶対に超えられないって言われてるんだけど、でも絶対に超えてみせる。すごい、かっこいいね。あら、お羽ちゃんも知ってるもんだと思ったけど知らないんか。そう？照れるな。でも私なんてまだまだだよ。練習もまだまだ足りないし、
相棒も見つかってないし。それでもやってみなくちゃ始まんないからさ。今は毎日路上で歌ってイベントにも出て腕磨いてるんだ。やってみなくちゃ始まらない。そっか、私も悩んでないで始めてみたら何か変われるのかな。かもね。でも気が向いたらそういう風にやってみるのも悪くないんじゃない。うふ、二人でならちゃんと思いを見つけられそうだね。ね、なんか思ったよりも素早く小羽ちゃんが一歩踏み出しそうな感じする。めっちゃ笑顔。え、光が。また思いが一緒ならきっとまた世界で会えるよ。だから行っちゃった。おい、アン、起きろ。こんなとこで寝てたら風邪ひくぞ。まさかの家に帰ってきた。あれ、私いつの間に。って、もう晩営業の時間？急いで準備しないと。アンがここで居眠りなんて珍しいな。疲れてたのか？そんなことないと思うけど、なんだか不思議な夢を見てて。夢？うん、なんだか誰かと話してた気がするんだけど、あんまり覚えてなくて。まあ、いっか、私看板出してくるね。行っちゃった。部屋かわ…あ、小羽ちゃんか。あんちゃんのイメージと全然違うとか思ったけど、小羽ちゃんの部屋なら納得した。あれ、私いつの間に寝ちゃってたんだろう。なんだか夢で素敵な子に会って話した気がするけど、あんまり思い出せないや。でもなんでだろう、何か新しいことが始まる気がする。変わりよう早いな、小羽ちゃん。この子は陽キャのキッズガール。かっこいい。ビビスクスクワット。ビビスクだっけちょっとまだチーム名の略称が。あ、で次が落書きだらけのストリートか。待って、小羽ちゃんイメチェンしすぎじゃね？左の集合を。ねえ。こんなパンクになっちゃったの？いきなり。どのきっかけで？ちょっと見たいわ。ボイスあり。見てこう。なにそんな陽キャになっちゃって。あ、女子学園1年 A 組。これ、レオニードの子たちに会えるんじゃねえか？さっきとか。え、じゃあこの問題を。あずきさわかな。できるか？はい。その…ん？わからないか？緊張してるんじゃない？いえ、3の2乗を…じゃあ、隣の佐藤。あの先生、最低だな。許されないわ。もう、先生、あとちょっと待ってくれればよかったのに。答え、合ってたんだよね。みのりちゃん、新キャラだね。ビビスクのメンバーではないよな。ってなるとモーマージャンプか。あとは。うん。でも仕方ないよ。私の声小さかったし。いや仕方なくない。あれは先生が悪い。私高校生になったのに何も変わってないな。あ、もうこんな時間だ。ダンス練習しに行かなくちゃ。小羽ちゃん、また明日ね。バイバイ。うん。また明日ね、みのりちゃん。みのりちゃんはすごいな。アイドルになるって夢に向かって頑張ってて。アイドルなんだね。やっぱモーモアジャンプの子だ。あんまり覚えてないけど、この間夢を見た時はなんだか変われそうな気がしたのにな。私もみのりちゃんみたいに夢とか目標とか見つけられたら少しは変われるのかな。あ、お母さんからメッセージだ。CD 買ってきて。 CD？ ってなると音楽つながりってことはこれもう速攻会えるだろうな。あ、そういえば好きな歌手のアルバムが出たって言ってたっけ。わかった、買っておくねっと。音楽ショップ久しぶりに来たな。 CD ショップ
ミクちゃんの新しい歌が流れてる。かっこいい雰囲気だな。誰の作った曲だろう。あれ、ここの棚にあるはずなのに。あ、店員さん、この CD ってありますか？お、売り切れっぽい。大変申し訳ありません。そちら当店では売り切れておりまして、裏通りの支店にはまだ在庫があるんですか。じゃあ裏通り行くしかないな。CD ってもう買わなくなっちゃったな。なんか今の時代ってもう電子化しちゃったからさ。コミックだって俺もう絶対電子書籍でしか買わないし。なんかふと時代の進化を感じた。続き見ていこう。え、裏通りの支店ってちょっと怖そうな通りにあったような。支店に行かれるようでしたら取り置きするように連絡しますが、いかがいたしますか。あの辺りにはあんまり行きたくないけど、お母さん楽しみにしてるだろうし。わかりました、行ってみます。神山通り。ありがとうございました。とりあえず変えてよかった。でもやっぱりこの辺りって怖い感じだな。なんで壁落書きだらけなんだろう。裏通りな、確かに怖いよな。なんか気持ちはわかる。駅に戻る道はスマホの地図だとこっちだけど。あれ、知らない通りに出ちゃった。ここは、スマホの充電がつかない。どうしよう。誰かに聞いて。あー怖い、ヤンキーだ。なんだよそれ、お前調子乗りすぎだろ。あのねえねえ、今日は朝まで遊ぼうよ。どうしよう。迷い込んじゃったね、これ完全に。ビビットストリート。お、ビビットバットって、ここね、ここのビビットから撮ったわけね。また違う通りに出ちゃった。暗くなってきたし。なんで私いつもこうなんだろう。人に道を聞く勇気もなくって、そのせいで何もできなくて。ん？あ、これ歌？あそこのお店から、ウィーケンドガレージ、オープンって書いてあるけど何のお店なんだろう。運命的出会い来たよこれ。あ、お店の人なら道を教えてくれるかな。でも知らないお店になんて。でもこのままじゃ真っ暗になっちゃうし、行ってみよう。あ、ライブしてる。なんか自分の趣味全開のお店ってさ、絶対楽しいよな。うん、調子いいね。みんないつも以上に合ってるじゃん。そりゃあんちゃんがいるからな。なあ、やっぱり俺たちと組んでイベント出ないか。そうだな、考えといてあげる。また振られたな。さて、調子も出てきたとこで次行くか。MC3 人いるし、マイクリレーはどうだ。オッケー、じゃあアレンジ入れてくよ。あのこういうのってどういう感じなんだろう。 DJ が来て歌ったりするのかな。クラブとか経験ないからよくわかんないな。あれ、これやってるけど、俺この曲すげえやってるけど。ちょっとあらったあらったあらったあったー。楽しそう。何これ、耳がビリビリして怖いくらいなのに、すごいかっこいい。あー、気持ちよかった。ありがとね、みんな。
はあ、俺たちの方が乗せられるとはな、あんちゃん。また上手くなってるんじゃないか。ありがとう。でもまだまだ全然だよ。私、もっともっと歌えるようになりたいんだ。やばいな、この子。向上心右肩上がりなんだけど、ずっと。もうハム太郎もびっくりだ。で、ラッドウィーケンドを超える最高のイベントをやるの。あの夜を超える？そりゃまた大きく出たな。あの子、何か夢があるのかな。だから歌ってるところもあんなにかっこいいのかな。しかし娘さんに背中を追ってもらえるなんて父親冥利に尽きるんじゃないですか、ケンさん。いや、それは絶対そう。絶対嬉しいと思う。ああ、何か教えたってわけでもないのにな。不思議なもんだ。まあね、やっぱね、子は親を見て育つからな。いつの間にかって父さんたちのあのイベントを見てぼんやりしてられるわけないでしょ。待ってて、私いつか父さんを超えてみせるから。ああ、楽しみにしてる。だが俺を超える前にできたつまみをあっちのテーブルに持って行ってくれるとありがたいんだが。音楽聴きながらお酒も飲めて飯も食える、楽しそう。はいはい、もう人使い偉いんだから。あれ、お客さん気づいて。あ、ごめんね、歌うのに夢中で気づかなくって。どうぞ、ここの席空いてるよ。あれ、忘れてる、これ完全に。あ、あの、ごめんなさい。え、あ、ちょっと、言っちゃった。あのお客さん、どこかで会ったことあるような。ライブに来てくれた子かな。思い出して。そりゃあすれ違い通信しばらく続きそうだね。逃げちゃった。せっかく声かけてくれたのに。でも、なんだろう、なんだろう、この感じ。胸がドキドキしてる。あんちゃんをきっかけにこういろいろと伝播していく感じなのかな。なるほどな。はい、ということで時間もいいところまで来てるんで、今回はここまでとさせていただきます。やっぱ各チームごとにいろんな毛色があって面白いね。楽しく見れるわ。あ、また合ってる。ドキドキする歌、これ絶対再開してるじゃん。この先どういう感じになるのか楽しみですね。まあ左見るとね、小羽ちゃんがかなり様変わりしてるからね、楽しみですね。もしこの動画の続きが気になるようでしたら、チャンネル登録してくれたらとっても嬉しいです。他にも気になる動画がございましたら再生リストチェックしてみてください。はい、それではシュアンでした。またね。